Posto, possible. 違う。 Possible. P O S S I B L E. サンキュー。これで星受けなくて済むわ。他にわからないとこない？あとは単語の書き取りだけだから一人でやるよ。大丈夫？朝までに終わる？さあな、寝るかも。じゃあな。寝坊しないでよ。これはクラス全員で行う王様ゲーム。途中危険は認められない。王様の命令は絶対なので24時間以内に服従すること。命令1、出席番号28番、水内雄介。好きな女子に告白する。何これ。いたずらだろう。あ、おはよう。いってえな。つうか見た？見た？王様ゲーム。嬉しそうだな、お前。もしかして直也くんのこと？え？いや、ちげえよ。なんで俺が？だって、ね。わあ、あれか。何？いや、お前、中2の時にさ、クラスの女子全員にラブレター書いて、誰から返事来るか試したことあるんだよ。まだ覚えてんのかよ。忘れろよ。普通忘れねえから。まあでも、うちのクラスの女子か。誰がいたの？なんでお前悩んでんの？そりゃ信明はチェミがいるからいいけどさ。なは？バカ、なんでそんなの？そまあでもやっぱあれだな、条件は基本に言うな。お前は本当にバカだな。いや、じゃあどっちか何でもいいわ。俺はやっぱりさなえちゃんかな。つかそれ他のクラスじゃん。細かいことはいいの。ていうか俺はお前が触れる方がどっちでもいいけどな。えなあチェミ。そうだね。はい、構わない。ダメだ。おっす。誰誰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 前から好きでした。付き合ってください。ごめんなさい。面白かったしね。でもマミ
今日のところはいいんじゃないの。おはよう、席についてちょうだい。欠席はいないわね。あのメール誰が送ったと思う。本当にお前じゃないんだろ。返信画面でアドレス見ればいいんじゃない。あれアドレス表示されない。嘘だろ、メールって非通知できたっけ。できないっけ。できないだろ、聞いたことないぞ。今日も遅くまで仕事？うん、ああ明日の朝一の会議に必要なんだ。無理しないでよ、もういい歳なんだから。その言い方母さんに似てきたな。命令に出席番号4番井上博文、出席番号19番中尾美奈子、二人がキスをする。キスってどうするの。どうするの。誰なの。昨日の騒ぎで恥を締めちゃったわけ。こんないたずら悪趣味だと思わないの。んな怒んなくたっていいじゃん。そうそう、ただのジョークでしょ。あんなメールの言うこと聞かなくていいからね。私はいいけどね、キスくらい。服従確認。どうした。たった今 SML 送ったやつが収まってことだろ。命令さん、出席番号18番豊田秀樹が出席番号3番石井さとみの胸に触る。え、私やだ。さあどうする。仕方がないな。どう行くの。前から。ちょっとそこ、いい
しなよ。せーな、王様の命令は絶対なんだろ。そうだわ。マジあいつら最低だよね。うん、分かった、休むのね。残念、里見は風邪で休むって。ほっさけんの、なんだよそれ。俺徹夜でイメージトレーニングしてきたんだぞ。イメージトレーニングみんな王様の言いなり。俺たちのおっぱいを返せよ。豊田秀樹、石井さとみの二人は王様の命令に従わなかったため、その存在を抹消される。抹消ってどういう意味？出席番号17番田崎大輔、出席番号20番中島美咲の2人がエッチを行うって。メール見たか？うん、エッチって要するにだよね。田崎はいいけど中島には八尋がいるから。それにしても抹消って意味がわからない。あ、どうした？あ、うん、よし。どうしたの？豊田君と里見の席がないの。それだけじゃない、ロッカーも空っぽだ。なんで？とにかく名乗り出るなら今のうちよ。出なきゃ先生に話して処分してもらうからね。え、里見の番号消えてる。え、俺抹消するってこういうこと？まさか、冗談に決まってるだろ。おはよう、早く座って。何？どうしたの？あの、豊田君と石井さんどうかしたんですか？ん？誰？二人ともまだ来てません。待って、誰の話をしてるの？だから豊田君と石井さん。しっかりしてよ、うちのクラスにそんな生徒はいません。さあ座って。これだよね、里見の住所って。うん、そう。豊田と石井がいない。これいつ？分かんない。でもこんなことって、どうする？どうするって俺に聞かれても。私、玉岡高校2年 B 組の白川と申しますが。あ、里見さんのクラスメートです。あの、今日里見さんは、はい、だって石井里見さんのお宅ですよね。ちょっと変わって。おばさん、私です、鴨下です。里見はどうしちゃったんですか？え、私は里見の。なんで、なんでみんな嘘つくの？嘘じゃないかもしれない。
冷静に考えて。机やロッカーのものを移動するならともかく、みんなの携帯アドレスを消すなんて簡単にできると思う？クラスの名簿や他の資料からも豊田君、石井さんの名前は消えていました。二人はこの世に存在しないことになってるの。でも私たちだけは存在を覚えている。じゃあ本当に王様に消されたっていうの？バカ、どうしたらそんなことできるんだよ。国家的陰謀じゃないかな、 CIA とか。もうちょっとまともなこと言ったら？じゃあ次は私の番。私も命令を聞かなきゃ消されるの？まさか、なわけねえよ。だって二人とも消えたじゃない。何かの間違いに決まってる。どうしよう、私はやだ、消えるなんて嫌。俺だってやだよ。おい、田崎。おい、お前よ、美咲に手出したら分かってるよな。分かってるよ。元気？最近会ってないけど。忙しく働いてます。あの泊まりの出張も多くて。あら、そんな時うち来ればいいのに。いえ、そんな。そうだよ、こんな時でもないとうちお寿司取らないもんね。余計なこと言うな、バカ。バカ？またバカってよ、お父さん。さて、いただこうか。いただきます。いただきます。いただきます。はい、お母さん。はい、いただきます。さあ、何から食べるかな。ほら、遠慮しないで早く食べて。よしよし、タコかな、じゃあ。よしよし、あっと、よし。うまっ。もう寝てる？いや。ごめん、なんか寝れなくて。おう、あ、いいよ、入って。そんな珍しいか？信明君の部屋に入るの小学校以来だから。来たことあったっけ？お母さんが死んだ頃だよ。誰もいない家に帰るのが嫌で、そしたらお父さんが来るまでうちで待ってればいいって言ってくれて。だっけ？覚えてねえな。私は忘れない、嬉しかったもん。そうだったっけな。昔から優しいよね、そういうとこ。服従確認。じゃあ田崎君と美咲。まあ、やっちまったっていうことだな。八尋君怒るよね。だろうな。じゃあ私そろそろ戻るね。お
命令後、出席番号30番、八尋翔太を王様として彼の命令に従うこと。待てよ、おい、怖い。大丈夫か？王様は楽しんでる。クラスのみんなにいがみ合いをさせて陰で笑ってるんだよ。マジで中島と。しょうがねえだろ、向こうがどうしてもって言うから。俺だって消されるなんて嫌だし、本田だって同じ立場ならそうするだろ。私はそんな。どうしよう、俺やヒロに殺されちまうよ。そこまではしねえと思うけど。なあ頼む、あいつの様子を見て連絡くれないか。この通り。次の命令を出すのは俺だったよな。田崎は来てねえのか。ダメ。じゃあ命令だ、田崎大輔。やめて。たった今すぐ死ね。どうしたの？どうしたの？君、君大丈夫？どうしたの？え？大丈夫。血が出てる。ありがとう。とにかく小さなことでもいい、何か気づいたことがあったら教えて。ねえ、そこ聞いてるの？気にしないで、私たちは私たちで考えてるから。そんな時にでも仲良く勉強かよ。とりあえずさ、警察に話してみたら。どう話すんだよ、こんな話信じると思うか。霊能者に相談したらどうかな。これって幽霊の仕業なの？みんなちょっと聞いてくれ。王様はどこの誰かわかんねえけど、狙いはこのクラスの信頼をバラバラにすることだ。騒げば相手の思うツボだ。多分今日も王様からメールが来ると思う。どんな内容でも冷静に対応してくれ。これから？これから。一旦近いんだけど。ねえ、金沢君、王様ゲームのことで話があるんだけど。
何？いや、お前が話しかけてくるなんて珍しいからさ。私ってさ、みんなに無関心って思われてるでしょ。それは構わないけど、私は私なりに今回のことには興味があるの。で、花澤君はこのゲームをどう思ってる？さあ、分かんねえな。私はね、呪いだと思うの。呪い？何言うかと思えば。他に考えようがある？じゃあ何か、うちのクラスの誰かが俺たちに呪いをかけて陰で笑ってるっていうのか。うん、もしかしたらそいつ本人も自分が王様って知らないのかも。意味わかんねえな。そうね、わかんないわよね。話してそれだけか今のところはね。じゃあ、何なんだあいつ。ちえみ。何？大丈夫か？最近元気ないぞ。そうかな。学校で何かあったのか？ううん、何も。心配しないで。そうか、ならいいんだ。ねえお父さん。命令6、出席番号22番、橋本直也。俺かよ。出席番号8番、上田かな。やだ、私。クラス全員で2人の人気投票を行い、票の少なかった方へ罰を与える。なお、投票を拒んだ者にも罰を与える。もともとうちのクラスは31人だ。でも今は里美、豊田くん、佐々木くんがいない。3人とも消されちまった。どうしよう。私、俺だって泣きてえよ。そこで提案がある。今うちのクラスは何人だ？男子15人、女子13人。女子は全員上田に投票してくれ。いいな？それはいいけど。そして男子は直江に。じゃあ私が負けちゃうじゃない。大丈夫、上田には俺が投票する。それでどうするんだ？でもいいのか？それで王様は投票を拒否するなとしか言ってない。だったら票を操作しても構わないだろ。あなたがそれでいいなら。ああ、絶対に二人を助ける。これ以上王様の好きにさせるかってさ。な、橋本君。じゃあ
最後かなり同数だね。どうしたの？橋本くん。は？ちょっとどういうこと？服従確認。敗北した上田かなに罰を与える。いや、私絶対に言う。カナ落ち着いて。出席番号26番松本雅美に罰を与える。今この場で自分の犯した罪を告白せよ。なんだよこれ。お前なんかしたのか。だってカナがいけないんだもん。いつもベタベタして消えて当然だもん。お前何言ってんだよ。告白しなかったため存在を抹消される。マジかよ。今度は何？カナだ。カナ、カナ、どこ行ったんだよ。これがあなたのやろうとした結果？最悪ね。もしもし。私だけど。岩村さん？話があるの。しょうがないだろ。お前のせいじゃないよ。甘かったよ。全員の票を確認すればよかった。俺が中途半端な提案したから。でも俺はこうして助かったぞ。感謝してる。珍しく嬉しいこと言ってくれんじゃん。珍しいはねえだろ。ただ一つわかんねえんだよ。あれからちょっと調べてみたら、今までにもクラス全員が行方不明になった事件を見つけたの。ねえ、あなたと金沢君ってどういう関係？何急に。ただの幼馴染だけど。彼のこと好き？別にそんなんじゃん。分かりやすい。で、これがどうしたの？2列目の左から4番目、誰に見える？じゃあこっちは？
行方不明になったクラスには必ず金沢くんがいる。これってどう思う？他人の空見でしょ。私と信明くん小中高って一緒なんだよ。そうかな。王様は人を抹消するだけじゃない。その人がいたという記憶まで消してるんだよ。自分の記憶が正しいって言い切れる？本当は今日俺が罰を受けると思ってた。正直その覚悟はできてた。お前でも実際は違った。俺が票を操作したことは完全にスルー。なんでだ、なんで俺には罰がない？信明君が王様だっていうの？そんなこと一言も言ってないけど。何なの？あなた何か知ってるの？私は何も知らない。真相が知りたいだけ。王様から？命令なの。クラス全員参加のゲーム。それぞれ手持ちの鉛筆、シャープペンシル、赤ペンなどを一つの箱に集める。集められたペンは一人ずつ取り出していく。一人が一回で取り出せる数は3本まで。最後の一本を手にした者が罰を与えられる。残り3本だ。どうする？金沢、俺が1本取ってお前が1本取れば最後は鴨下だ。やだ、ちょっとやめてよ。でも俺が2本取ったらお前は負ける。助けてくれって言われるのかよ。言ったら助けてくれんのか？ちょっと何なの小野くん。お前何考えてる？うるせえ、黙ってろ。お前投票の時言ったよ、二人とも助けるって。でもあのざまだよ。どうやって責任取る？お前のせいでカナは死んだんだよ。待って、そんなの逆恨みじゃない。野巻くんは本気。じゃあ本だ。お前が責任取るか？こいつ助けたきゃ。ここで服脱げ全部。チームは関係ないだろ。偉そうに言える立場かよ。さあどうすんだ？やめなよチームこんな男。助ける価値ないでしょ。いいよ、分かった。服脱いだら信明君を助けてくれるのね。ちえみ、やめろ、やめろって、もうやめろって。なんだよ、もう終わりか。さっさと荷物取れよ。お願いしました。土下座しろ。受ける覚悟だってできてたんだよ。
っさと終わらしてやるからさ。お前の番だ。信明、俺が引く。終了。敗者は大野明。罰として存在を抹消される。ほらよ、最後は俺が取ってやった。助かってよかったな。なんで俺さ、マジでカナのことが好きだった。でもあいつが飛び降りた時何もできなかった。お前らならこのふざけたゲーム止められるかもな。じゃあ。ほのくん、ごめんだよ。消される瞬間なんか見たくないだろ。その死けたつら、葬式帰りかよ。お前らこそよくヘラヘラ笑ってられるな。つうかさ、あたしら超いいこと思いついたんだよね。そうそう、このゲームから抜ける方法。悪かったな、今日は巻き込んじまって。ううん、もう平気。本当は俺も続きが見たかった。バカ。じゃあな。一緒にいて。今日お父さんいないの。これどこ？どこって？写真の場所。お母さんの生まれ故郷。昔お父さんと一緒に行ったの。もう一度お母さんに故郷を見せてあげようって。写真もいっぱい撮って。ほとんど私が撮ったの。悪くないでしょ。カレーだけど準備してくるね。いいから座ってろって。ルールを破ったため罰を与えられる。ルールってなんだよ。どんどん増えてる。なんだルール破ったってなんだよ。あいつ
らなんかしやがった。もしもし、直也。信明。よかった。無事か。あいつら何かしやがった。エミとミナコだよ。あいつらが入れ知恵したんだ。何？拒否だよ。着信拒否。王様からのメールを拒否したのか。途中棄権は認められない。直也、まだ無事なやつに電話かけまくれ。俺もかける。絶対に王様からのメールを拒否るなって伝えるんだ。野間明君。命令8、出席番号16番、白川真美。クラス誰か2名に死ねとメールを送ること。メールを受け取った者は存在を抹消される。またメールを送らなければ本人に罰を与える。おはよう。席に着いて。早く席に着きなさい。欠席はいないわね。先生、おかしいと思わないんですか？どうしたの？よく見て。みんな消されたの。もう私たちだけなの。もういいや。もう我慢できない。大丈夫？誰か保健室へ連れてってあげて。みんなは自習をしているように。お願いね。私はご両親に連絡しておくから。もう落ち着いた。ちょっとトイレ行ってくる。後で話があるの。何？もしかしたらこのゲームを止められるかも。マミ？大丈夫？マミ？マミは自ら命を落とした。代わりに出席番号11番、金沢信明がクラスの誰かに死ねとメールを送ること。人数は3人に増やす。俺の番だ。どうする？とにかくチエミを頼む。おい、しかしろ。おい、さっきの続き聞かせてくれ。
王様ゲームでクラスが消滅したっていう事実を見つけたの。一番古い記録は夜泣き村にあった学校です。今はもう廃校になってる。夜泣き村？当時は携帯がありませんでしたから、王様ゲームは手紙で行われてたみたいです。ある日クラス中に差出人不明の手紙が配られ、書かれた命令に従わない者は消えていったそうよ。じゃあその学校に行けば何か手がかりがあるかも。行こう。どうしたの？いや、この景色どっかで見たことあるよ。急いで、日が暮れたらこの辺りは真っ暗よ。ああ、思ったより広いね。手分けして探しましょう。その方が良さそうだね。でも何を探すんだ？手がかりになるものなら何でも。見つけたら大声で知らせて。大丈夫か？マミは？そう、今度は信明の番だ。え？マミの代わりに命令された。従わないと今度はあいつが消されちまう。そんな、どこ？信明君はどこ？香織たちと出かけた。行き先は夜泣き村の廃校よ。岩村さん、夜泣き村は地元の人の愛称、正確には紅村だけどね。夜泣き村の学校は数ある消滅事件の中でも最も年代が古いの。言ってみれば王様ゲーム発祥の地ね。じゃあ香織たちもこの新聞を見つけたの？多分ね。その学校に行けば何か分かんのか？そう、あの3人の目的は別にあるんじゃないの？
気がついた？なんだよお前ら。何の真似だよ。あなたが一番よくわかってるでしょ、王様。王様？俺が？とぼけてもダメ。証拠があるんだから。抹消された人はその存在を示すものも全部消されているんだよ。だったらこんな写真が残っていること自体おかしいじゃない。じゃあなんで？この写真はね、王様が仕掛けた罠よ。罠？ちょっと考えればわかるんだけどね。まあ勉強できるイコール頭がいいとは限らないってことね。王様ゲームの本質って何だと思う？知るかそんなもん。王様が命令を出して従わない者に罰を与える、人の支配欲を満たすゲームですね。分かってるなら聞くなよ。でも他のみんなは出される命令をただ待つだけ。そんなのゲームとしてフェアじゃない。王様の正体を探り倒すことで勝利を得る。それがこのゲームのもう一つの要素だとしたら。頭痛いんだ。分かりやすく言ってくれ。この写真は王様を探すためのヒントなんです。そして俺たちは王様の正体を見破った。あとは終止符を打つだけ。お前らまさか、あいつら信明殺すつもりか？それでこのゲームが終わると信じているならね。そんな。ちょっとどいてくれ。どうするの？ごめんなさい。でも私たち消えたくないんです。悪く思うなよ。金沢君のパソコンのメールサーバーにログインしたのね。パスワード知っていたの？確かにここから3人に送れば送信者は金沢君ってことになるもんね。じゃあ香織たちは？あいつは投票の時俺たちを助けようって必死だった。死なせたくないんだよ。美しい友情だこと。でもこんなことしたら。直也くん、直也くん。ねえ、王様ゲームの本質って知ってる？え、
写真もいっぱい撮って、ほとんど私が撮ったんだよ。悪くないでしょ。なんで、なんで。先ほどのメールは橋本直也によるもの。彼はルールを破った罰として抹消される。ふざけんな。出ろ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 。直也無事か。お前こそ無事だったんだな。なんでこんなこと。頼む、このゲーム終わらせてくれ。お前ならできる。直也しっかりしろ。直也ねえ、教えて。王様ゲームって何なの。人の支配欲を満たすゲーム。でも本当にそれだけかな。何が言いたいの。支配者って孤独よね。もしそれを知らしめることが目的だとしたら。どういうこと。つまりね、このゲームは王様に罰を与えるためのゲームなの。罰を与えるためのゲーム。言ったでしょ、これは呪いなの。全てはあなたにかけられた呪い。私にかけられた呪い。なんで金沢君が疑われるように仕向けられたの。もし彼が王様だとして、クラスの誰かに殺されたら、その原因が自分にあるって知ったら、あなたどう思う。このゲームはね、最終的にあなたが一番苦しむように仕組まれているの。私が一番苦しむ。それどういう意味。何なの。嘘よ。あなた何か知ってるの。言わなかった。私はただ真相を知りたいだけ。私はそんなの信じない。信じないからね。野村木くん、今どこ。ちえみ、今はどこ。大丈夫なの。何度も電話したんだよ。教室に来てくれ。え、あなたに運命を変えられるかしら。野村くん、野村くん。
チエミ、全部嘘だったんだな。昔一緒に遊んだことも、学校に通ったことも、全部作られた記憶だったんだな。何を言ってるの？写真見た？写真？ここに当時の記録がある。ある日、夜泣き村の学校に王様から手紙が送られ、生徒はみんな抹消された。たった一人を除いて。最後に生き残った者には王様になる権利が与えられる。でもそいつは王様になることを拒んだ。代わりに罰が与えられた。永遠に年を取ることがなく、ただ死のゲームに巻き込まれるだけの人生。チエミ、それが君だ。嘘、そんなの信じるの？君が行くところ必ず王様ゲームが始まる。その度にクラスが消滅する。そして君は記憶を一新してまた別の学校に現れる。よく考えて、こんな写真残ってるわけない。これ以上王様ゲームの被害を出しちゃダメだ。そのためにも君はここで死ななきゃいけない。君自身のためにも。違う、騙されないで。これは罠なの。チエミ、もう終わりにしようぜ。ゲーム進行の妨害を図る可能性あり、罰として抹消する。なるほど、そうきたか。作られた記憶なのか。やだ。
やめなよ。ジミー、お願い来ないで。ダメだ、君はここで死ぬんだ。いや、ご飯よ。はい。あれ、一人分多くない？本当だ。あら、私どうしちゃったのかしら。もうちゃんとしてよね。お前2人前食べたらどうだ。やあよ、ダイエット中だもん。じゃあいただこうか。いただきます。いただきます。いや、今度の日曜日さ、部長が引っ越しで手伝いって言うんだよな。2年 B 組の生徒は全て抹消された。よって本田チームへの罰はなおも継続される。これが私の受ける罰？私が死ななきゃゲームは終わらないの？なんで？なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの？ふざけないで。これ以上好きにさせない。埼玉から越してきました。よろしくお願いします。はいはい、羽村君は、前の学校でも成績はトップクラスだったそうです。みんなも見習うようにね。おー、はい、はい、はい、じゃあそこの席空いてるから、はい、あそこ座って。おーい、やばい、眩しすぎて見れない。いや、俺マジにファンになっちゃうよ、あれ。やばい、かわいいよ、あれ。よろしくね。よろしく、マジかわいいね。よろしくね。わからないことがあったら、何でも聞いてね。ありがとう。私、本田千恵美です。よろしくね。